週刊ヤングジャンプ。俺は独身サラリーマンの谷口浩一郎。背後にいるのは AI スピーカーのサナ。谷口さん、寝る前にスマートフォンを見るのは良くないですよ。何を見ているんですか？スマホ。適当に返事しないでください。眠れなくなりますよ。履歴見ちゃおう。てめえ！なんてな。こそこそエロサイトを見ていたが、それらはすべて履歴削除済み。さて、検索履歴はっと。最新家電、冷蔵庫、おすすめ、最新機種、携帯。やっぱり浮気じゃないですか！価値観の相違。よく考えると、お前ちょっと怖くない？え、こんなに可愛いのに。自己肯定感の高さ、怖っ。なんだろうな、お前が俺のこと性的な目で見ているとか、そういう怖さじゃなくて。え、それまだ怖かったんですか？いつでも怖えよ。それにしても、私に対してのその恐怖心、恋では？ほんと怖えわ。あなたが怖いのは私ではなく、私に対する恋心です。じゃ、克服しましょう。さあ、サナが好きと一言言えば恐怖心はなくなるはずです。リピートアフターミー、セイ、スリー、ツー、ワン、ゴー。サナが好き。あっぶねえ。お前変な音楽流しながらそういうこと言うな。あ、声か。声が怖いのかも。これでも精一杯感情豊かにしているんですけどね。谷口さんの言い方、毎回全部違うの気づいてました？え？谷口さん、これは夜帰ってきた谷口さんをいたわる優しい声です。谷口さん、これは寝る際に眠りを誘う穏やかな声。そしてこれが谷口さん、耳をはらましそうな子宮に響く声です。常時の際に使います。二度と聞かせるな。あ、谷口さんが怖いのは私の表情では？それだ、お前表情わからないんだ。美白で滑らかなさらちでしかないですからね。要するに、私が人間になれば解決するわけで。不可能なことを解決策としてまとめるなよ。首だけでも。谷口さん、また別の怖さ出ちゃっただろ。 AI スピーカーと独身サラリーマン、コミックス一巻絶賛発売中。新品だし、シール貼るか。これ何のシールですか？